心待ちにしていたんですけども、あとはまあ個人的なあの本番への稽古とかね、そういうのはちょっと地味になって、やっぱ個人でもないけど、うん、そうもやっぱやる、そうですね、うん、うん、やっとかないとほら時間がリハーサルから本番まで時間があってしまうと忘れちまうこともあるから、一応忘れないように、うん、サリューさんのライブって